シャープレス酸化とは、繊維金属触媒を使用して、ヒドロペルオキシドにより、アリルアルコール誘導体の二重結合をエポキシ化する化学反応のことである。1973年にバリー・シャープレスらによって報告された反応である。触媒としては、バナジウムやモリブデンのアセチルアセトナート作体を使用し、ヒドロペルオキシドには、タート、ブチルヒドロペルオキシドは使用される。 ホモアリルアルコールやビスホモアリルアルコールも反応性は低いがエポキシ化される。2級アリルアルコールにこの反応を適用した場合の立体選択性はヒドルキシル元を含む痴漢器に対して二重結合のシスの位置に痴漢器がない場合には普通エリトロ型が優先しシスの位置に痴漢器がある場合には普通トレオ型が優先する。しかしこれは用いる触媒によっても変化する。 カツキ・シャープレス不正エポキシカは、1980年に、カツキ・ツゲートバリーシャープレスによって報告された、アリルアルコールの不正エポキシカ法である。2001年にシャープレスは、この反応とシャープレス不正、ジヒドルキシカの開発によって、ノーベル化学賞を受賞した。シタンテトラアルコキシドと主席産ジアルキルから、調整した作体を使用する。 発表された当初はこの作体は、投量で必要であったが、後に、モレキュラーシーブスを共存させると触媒量で済むことが発見され、より実用性が増した。マ、ま、タインパティストによると、カツキ、シャープレスエポキシカの成功は5つの、主な理由による。まず、エポキシドは、ジオールや、アミノアルコール、エーテルに容易に変化でき、がって、キラルなエポキシドの形成は、 天然物の合成において非常に重要な工程である。二つ目に、カツキシャープレスエポキシカは多くの一級及び二級アリルアルコールと反応する。三つ目に、カツキシャープレスエポキシカの生成物は高い頻度で90%を超えるエナンチオマー過剰率を持つ。四つ目に、カツキシャープレスエポキシカの生成物は デビーバンバス店によって発見されたモデルを用いて予測可能である。最後に、勝つき、シャープレスエポキシカの反応剤は市販されており、比較的安価である。触媒の構造は不確かである。にもかかわらず、すべての研究は、触媒が TI2 の二量体であると結論付けている。推定触媒構造は、勝つき、シャープレスエポキシカを触媒するために必要な、 構造要素を持つ、モデル作体の X 線構造決定を用いて、決定された。かつき、シャープレスエポキシカの生成物のキラリティは、以下の記憶術によって予測できることがある。気質のアリルアルコールを二重結合が、南北の方向に、ヒドルキシル元を含む地汗期が、南東側になるように置く。この向きでは、主席産ジアルキルの D 体を使用すると二重結合の、 手前側からエポキシカが起こる。L 体を使用すると二重結合の奥側からエポキシカが起こる。このモデルはオレフィン置換器によらず妥当であるように見える。R1 機がより大きな場合は選択性が低下するが、R2 お及び R3 機が大きな場合は上昇する。ヒドロキシル元を含む置換器に対して二重結合のシスの位置に置換器がある場合には、 エナンチオ選択性が低くなることが多い。しかしながら、この方法は、アリル1、2、ジオールの生成物は誤って予測する。かつき、シャープレスエポキシカは2、級2、3、エポキシアルコールのラセミ混合物の速度論的、光学分割を与えることもできる。それぞれのエナンチオマーにおいて、エポキシカが進行する面への立体障害が異なる、ため、一方のエナンチオマーだけが、 優先的にエポキシカされる。そのため、ヒドロペロキシドを投量以下で使用すれば、反応しにくい方のエナンチオマーだけが未反応のまま回収される。速度論的高学分割過程の収率は、原理上50%を超えることができないものの、同反応におけるエナンチオマー過剰率は100%に近づく。かつシャープレスエポキシカは、 幅広い一級及び二級オレフィン製アルコールに実行可能である。その上、上述した例外はあるが、特定のジアルキル種積酸ウエステルは、オレフィンの置換器に依存せず同じメニューへ優先的に付加する。かつき、シャープレスエポキシカの合成的有用性を実証するため、シャープレスのグループは、メソマイシン、エリスロマイシン、ロイコトリエン C-1、ディスパールーといった、 様々な天然物の,の合成中間体を作った。カツキシャープレスエポキシカの生成物であるに、3、エポキシアルコールを扱う多くの方法が開発されている。カツキシャープレスエポキシカは、様々な炭水化物、テルペン、ロイコトリエン、フェロモン、合成物質の全合成に用いられている。このプロトコルの主な欠点は、アリルアルコールの存在が必須な点である。 エナンチを選択的アルケン酸化の別法である、ジェイコブセン、カツキエポキシカはこの問題を克服し、より多彩な官能元を許容する。初期研究は、アリルアルコールがマクプバを酸化剤として用いた時に面選択性を与えることを示した。この選択性は、アリルアルコールがアセチル化された時に逆転した。この発見から、選択性において、 水素結合が重要な役割を果たしているという結論が導かれ、以下の図に示すモデルが提唱された。環状アリルアルコールでは、アルコールがギアキシアルくらいではなくギ、エクアトリアル位に固定された時により高い選択性が見られる。しかしながら、バナジウムに基づくような金属触媒系では、反応速度はヒドロキシ元がアキシアルにある時に34倍加速されることが、 見出された。ギエクアトリア類に固定された機質は、酸化を受けて、エノンを形成することが示された。バナジウム触媒エポキシカのどちらの場合でも、エポキシカ性生物は、シンジアステレオマーに対して極めて高い選択性を、示した。水素結合がない場合は、立体効果によって、反対の面へのペルオキシド負荷が有利となる。しかしながら、 ペルフルオロ加算は保護されたアルコールと水素結合することができ、加算上に存在する水素に通常の選択性を与える。アリルアルコールの存在は立体選択性を上昇させないものの、これらの反応の速度はアルコールを書いた系よりも遅い。しかしながら、水素結合器を持つ基質の反応速度は同等の保護された基質よりもまだ早い。 これらの観測結果は二つの因子のバランスが原因である。一つ目は水素結合が原因である、繊維状態の安定化である。二つ目は酸素原子の電子吸引性である。この電子吸引性によってアルケンから電子密度が離れ、反応性が低下する。非環状アリルアルコールも同様に良い選択性を示す。これらの系では A1 に及び、 A1、3歪みが考慮される。120度の二面角が、配甲元と水素結合した気質を最も良い方向に向けることが示されている。この気化配置によって、ペルオキシドが適切な配置を取ることができ、CC パイ軌道から C オシグマ軌道への供与が最小限になる。この供与は、あるケの電子密度を下げ、反応を不活性化する。しかしながら、 バナジウム錯体は、気質と水素結合せず、代わりにアルコールに配備する。これは、40度の二面角が、ペルオキシドのシグマ軌道の理想的位置を可能にさせる、ことを意味する。水素結合を持つ系では、必要な気化配置によって、ありる位置換気が厳しい A1、3相互作用を持つが、A1 に歪みを避けることを余儀なくされるため、A1、3歪みがより、 大きな役割を果たす。これによって得られるエポキシドの新負荷が導かれる。バナジウムの場合は必要な気化配置によって厳しい A1-2 相互作用が起こるが A1-3 相互作用が避けられるため廃校期に対してアンチのエポキシドが形成される。バナジウム触媒エポキシカはビニール元の立体的かさ高さに非常に敏感であること示されている。 ホモアリルアルコールは、水素結合を示す気質での感情系と、非感情系の両方のエポキシカに対して、効果的な配合元である。しかしながら、これらの反応は選択性が、より低い傾向を持つ。水素結合を持つ気質は、アリルアルコールの場合とホモアリルアルコールの場合で、同じ種類の選択性を与えるが、バナジウム触媒では逆となる。ミヒリックによって提唱された。 繊維状態は、これらの反応について、選択性の駆動力がギース構造における A1、3歪みの最小化であることを示している。提唱された繊維状態は、気質がアリル歪みを最小化するような立体配ーを取ろうと、試みることを示している。このためには、最も傘高くない R 機が R4 の位置を取るように回転する。 加山と金属触媒エポキシカは非感情系において異なる選択性を示すが、感情系では比較的似た選択性を示す。7因間以下、または10因間以上の感情系では似た選択性のパターンが観測される。しかしながら、中因間では加山酸化剤は逆転した選択性を示すのに対して、バナジウム触媒反応は新エポキシドの形成する。 選択性を維持する。バナジウムはエポキシカのための最低限の活性を持つ金属触媒であるが、アリルにアルコールを持つアルケンに対して高い選択性を示す。シャープレスによって行われた初期の研究は、より多くの置換気を持ち電子密度が高いアルケンよりも、アリルにアルコールを持つアルケンが優先して反応することが示されている。この場合、バナジウムは、 MCP はと逆転した位置選択性を示し、モリブデン種よりも高い反応性を示す。バナジウムは一般に、その他の金属作体よりも反応性が低いが、アリルイアルコールが存在する場合は、反応速度は最もエポキシカの反応性が高い、金属であるモリブデンを超えて加速される。ありがとうございます。